本冷气品牌力挺国际体育赛事，在6号到8号期间，在桃园东方球场举办了女子高尔夫球精英赛。秉持着公益精神，要把门票的收入总额全数捐给公益团体。而今天最大亮点就是疫情趋缓下来了，海外的选手也强势回归，要一同来角逐冠军宝座。多位高尔夫球选手齐聚一堂为比赛做暖身。日本冷气品牌力挺国际体育赛事于6号到8号举办女子高尔夫球精英赛，吸引上百位国内外好手参与，累积世界积分。今年は疫病の規制緩和により多くの外国人選手がこの大会に参加するようになり、台湾の女子ゴルファーは海外に行かなくても外国人選手と競争できるようになりました。この大会を通じ世界に台湾を見ていただくことだけではなく、この素晴らしいイベントを通じファンの皆様がさらに慈善活動に参加していただけることを期待しております。过去两年因为疫情关系只有国内选手才能参加，今年最大亮点就是海外选手强势回归，赛况精彩可期。而去年夺冠的好手蔡佩颖表示希望可以打破自己的记录。这个球场真的非常困难，因为它一起风啊或是它的草纹啊是非常难判断的，所以尽自己所能，希望可以打败去年的自己。日本冷气品牌秉持公益精神，将门票收入全数捐给公益团体，期盼民众一起到场支持，为自己喜爱的选手加油打气。记者林柱强台湾报道。